はい、それでは視力検査の決勝戦を行っていきます。いや、決勝戦ってなんだよ。これから画面に映るものを早く答えられた方の勝ちです。なんで対戦方式なんだよ。まずは左目から測ります。はーい。右。正解。今のはほぼ同時だったね。先生がジェスチャーでやるのかよ。それじゃあこれ。左。大正解。いや、盛り上がってきたよ。視力検査で盛り上がらなくていい。次はこれ。上。トゲル君はわかるかい。まともくんと同じでいいや。それだと正確な視力測れないだろ。正解は上ではなく上位でした。わかるか。続いては画面に映る文字を当ててもらいます。はーい。ではこちら。き。正解。次。き。ピンポン。じゃあこれは。き。5m。 いや、全部きじゃねえか。つうか、鬼太郎先生いる意味あんのか。続いてはこちら。唐揚げ、ハンバーガー、お寿司、ステーキ、ホットケーキ、カレーライ。視力検査で食べ物の絵使うの初めて見たわ。全部正解。トゲル君の視力は100です。やったー。100ってなんだよ。それでは次。視力検査で用いられるマークの名称はランドルト缶。この人誰なんだよ。そしてマトモ君とトゲル君が持っている黒い棒の名称は遮眼紙。なんだこの雑学コーナー。教えて。もうない。何だったんだよ。それではここでボケまくり町の明日の天気をお伝えします。なんで天気予報始まるんだよ。視力検査用の天気予報ですので、右目を隠したままお聞きください。いや、まともじゃねえ。